Naoki's pronunciation lesson. Hello, welcome to Naoki's pronunciation lesson. Today we're going to look at these words. Feel. Feel と feel。まあこれ日本語式の発音で言うとここの母音の長さの違いのように思われます。でも本当は長さだけじゃなくて音の質、音質が違います。 feel、 こっちは口を思いっきり横に開く、口を思いっきり開く feel、こういう感じね。 feel、 口を思いっきり開くのがこっちの音、力を入れます。 feel、 feel、 口横に開いてくださいよ。それに対してこっち、このまあ発音記号もちょっとカタカナの絵を細長くしたような、カタカナの絵を引っ張ったような、だからちょっと絵っぽい感じで発音する、で力を抜いて発音する。だから発音の仕方としてはちょっと幽霊っぽく、だから力を抜いて feel、 feel です。こっちは feel、 こっちは feel。 あ、落ちちゃった。まあいいや。 feel、 それから feel、 こんな違いです。だから力を入れる、力を抜く、ここが大事なポイント。長さの違いというよりも力を入れる、力を抜く、ここがポイント。 Alright, that's it for today. I hope your pronunciation is getting better. というわけでまたお会いしましょうね。 See you next time. Bye bye. どうも、小川直樹です。僕の Naoki's Pronunciation Lesson、 これのチャンネル登録ぜひお願いします。これをしていただければお知らせ、今日更新したよっていうお知らせが来ますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。 Okay, that's it. Thank you. Bye bye.